株式会社千條でございます。まず千條という会社の名前の由来でございますが、会社の近くにございます3000メートル超えの千條ヶ岳から名前を取っております。はい、で千條ヶ岳におりますライチョウをうちのシンボルキャラクターにしております。私どもは、創業から154年を迎えた古い酒蔵でございまして、地元の米作りあっての酒造りということで地元の酒米のみを使っております。そして、敷地内で取水した、非常に良い水を使ってお酒にしております。はい、飲み口がキリッとしているものから甘いんですけどスッと口の中からいなくなるものですとか、お米をいろいろ変えて磨きも変えて お酒を作っております。本格米焼酎の高藤がこちらの白い方なんですけれども、こちらは日本酒から作っております。そしてこちらのシェリーダル貯蔵米焼酎、こちらの方は3年間シェリーダルに寝かせた米焼酎でございますので、ウイスキーのような風合いを感じられる一本でございます。新しく名前を変えまして、品質もちゃんと見直しをしまして、あとは箱も作りましたので、ご贈答などにもぴったりな一本でございます。シェリーダルに3年寝かせた方なのですが、こちらはカス取り焼酎ではございますが、米の良さとそしてシェリーのまろやかさがとてもマッチしておりまして、特にお湯割りをいたしますと香りが口元までふわっと上がってきまして、バニラのような丸みとそして米のうまみ感じられる一本に仕上がっております。そして本格焼酎、こちら の高藤はですね、日本酒からきちんと作っておりますので、米の良さそして日本酒のまたこう麹の良さを感じられる一本に仕上がっております。お酒ですのでお昼間はなかなか試飲もしていただけないかもしれませんが、もしお帰りの際にはちょっと立ち寄って、そして、長野伊那高藤の古き良き、お酒ぜひ味わって、それから木戸についていただければと思っております。ぜひお越しください。お待ちしております。